私が嫁いだのは陰陽五家序列一位大魔の名門である。ついたぞ七尾、ここが我が家紅椿家だ。お帰りなさいませ、ご当主。はあ、誰ですか。よ、こいつは七尾、我が妻になる娘だ。あまり怖がらせるな。はあ、お嫁様、お祝いでしゅ、宴会でしゅ。あら、よく見ると可愛い。そうだ七尾、お前に見せたいものがある。紅椿家の敷地は椿の群生林によって囲まれている。綺麗。あの、そろそろん？降りるのか？歩けるか？長旅で疲れているだろう。大丈夫です。では行こうか。はい、私などが触れてもいいのかと考えてしまう。相変わらず私は自分を否定することしかできない。もうすぐだぞ。はい。ほら、見えてきた。これがコートだ。ここがこの国の中心なのですね。これは陰陽大神宮の時の鐘だ。これが、あの…コートは強力な結界によって守られているが、それでも人に害をなす悪鬼悪妖は入り込んでくる。それを狩るのが紅椿家の俺の仕事だ。七尾、お前には紅椿家がコートを守りきれるよう俺の妻としてそばで支えてほしいと思っている。きっとお前の力が必要になる。その代わりお前のことは宝物のように大事にしてやる。側室も取らない。約束しよう。身に余る光栄です。ですが私などが本当に…我が妻は疑り深いな。連れ出せと言っておきながら、それともまだ俺を試しているのか。いえ、その、申し訳ありません。だって少しでも気を許したらきっともう戻れない。もしまたいらないと言われて突き放されて捨てられたら私は…まあ仕方がない。あれだけひどい扱いを受けてきたのだから。七尾、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 猿臭い。あれ以来若様が私を見ることはなくなった。そのことが何よりも痛くて悲しくて、こんな思いをするのなら恋なんてしなければよかった。七尾、命だけは助けてやる。だがこの猿面を常につけることを命ずる。あの日私の心は恋心とともに死んでしまった。起きたか。夜光様、申し訳ございません。私眠ってしまったのでしょうか。謝るな。無茶をさせたのは俺だ。長旅の上に傷も癒えていないのだろう。このまま休めばいい。いえ、大丈夫です。嫁入りした以上お勤めは果たさなければ。お勤め？はい、夜伽を。でしょ。なぜ脱ぐ？申し訳ございません。白蓮寺では夜伽も重要だと教えられたのですが、五鬼さんもああ言ってたし、
跡取りを。こちらでは違うのでしょうか。そういえばお前、白蓮寺霊都の元許嫁だったな。当然花嫁修行もしているか。あの男のために。ち、安心しろ。祝言をあげるまでお前に手を出すつもりはない。申し訳ありません。では私はそれまで何を。体力が回復したら朝毛を作ってくれ。それから明日は少し紅椿家の花嫁の務めを教えることになるかもしれない。なんだろう、朝毛でも夜研ぎでもないとしたら。あ、いや、それが何であっても私はこの方に嫁いだのだ。何なりとお申し付けください。七尾はもう夜行様のものですから。行ってくる。俺は今から勤めだ。そうか、夜はコートにあやかしが出るから。この部屋は五鬼に守らせている。お前はもう休んでいろ。危険なお仕事ですか。安心しろ、俺は強い。あの夜行様、行ってらっしゃいませ。ああ、行ってくる。はっ。さあ行こうか、紅椿の百鬼ども。広告の鬼神なんて恐ろしい方だろう。だけど恐ろしいばかりではないことにも私は気づき始めている。いつ捨てられてもおかしくない傷物だけど、私はあの方を、あの方の言葉を信じてもいいのだろうか。私はいつかあの方に恋をするのだろうか。傷物の花嫁コミックス発売中。